高等ラン属スパサーグラティスブルームは卵化植物の一族。シラにやや似た地上性の卵である。アジアの熱帯域を中心に分布し、日本には高等ラン一種の実を産する。地上性の卵で、公園水系のニセリン系の先端に葉を1から3枚、つける。保福系は地表近い地下を横に這い、ニセリン系は枯葉の繊維で包まれる。葉は細長く、縦に、 多数の折れ目を持ち、基部に傭兵がある。家系は、ニセリン系の基部の側面から出て、細くてその上部に、複数の花を創上につける。花は中型から大型で、学辺と側花弁は平らに開く。学辺3枚はほぼ同じ長さで、側花弁も、学辺とほぼ同じ形か、側花弁の方が学辺よりやや幅広い。新弁は深く3つに裂け、 側裂片は上向きに曲がる。中央裂片は、基部は細く、その先が広がって、種によってはその先端が二つに分かれたようになる。また、中央裂片の基部には二個のイボ状突起と、左右側面に突き出たシガ状の突起がある。随中は細長くて湾曲しており、脚部はない。その先端近くには、左右に、浴場の突出粒がある。 花粉界は8個だが、緩やかにくっつき合って4個になっている。花の色は様々で幅が広い。なお、族の学名はギリシャ語のスパスが、モノエンホーをグラタが絶を意味し、神弁の中央列編の形によるという。洋欄としては、学名かな読みのスパトグロッティスが使われることも多い。東西方向では、ヒマラヤからニューカレドニアまで、 南北では日本からオーストラリアまでの分布域を持つ。他に、アフリカやハワイでは栽培品が一出して野生化している例がある。日向の地上に生える。拉致に出現する先駆植物として大きな群落をなす例がある。蒸気のような分布域に約40種が知られる。日本では、高等ラン一種の実が南西諸島の八重山から知られる。この種はそれ以南。 ニューギニアからヒマラヤまでの東南アジアに広く分布する。以下、主たる種を挙げる。なお、本属とシラン属ブレッティラ、それにブレティア属ブレティアは、形態的によく似ているが、互いの分布域が本属が、熱帯アジア、シラン属が、東アジア、ブレティア属が、熱帯アメリカとはっきりと分かれている。一部の種は、洋ンとして栽培される。略称はスパ、である。 人工交配では、主観交雑はできるが、交雑主観では交配は難しいという。以下、主として、園芸植物大辞典、P2828 戸橋、P188 初島、P819 初島、P819 園芸植物大辞典、P2828 園芸植物大辞典、P2828 園芸植物大辞典、 P2828 から2829、西村 P179。ありがとうございます。